マジで買っちゃったの？どこまで進んだんだっけ？ S1 買ったから打ち上げで焼肉焼いたんだっけ？大変だったよな。北斗が生肉食ったりとかな。誠が一発で失敗して熱々の汁に顔をしつけたりな。おめでとう転校生さん。いやー、ネタましい、羨ましいよ。勝ててよかったね。特訓に付き合ったお礼はいつかしてね。まあこれ勝ったからなんなの、正直。さすがに緊張したわよ。最後の最後までヒヤヒヤしたぞよ。まあでも勝ったからみんなもおー頑張るぞっていう感じなのか。お主らはまだ足りぬ。薄氷を踏むような勝利じゃ。けれど勝利は勝利じゃの。おめでとう。ありがとう。そしてありがとう。この学院の時計を進めてほしいという我が輩の願いは叶った。こんなに嬉しいことはないの。でもこの後フィーネのね、天井院ヒデジ来てビームで歌って死ぬんじゃないか。みんな大生徒会ビームって感じですけど、優勝ユニットは規定にのっとってアンコールとして最後にもう一曲だけパフォーマンスすることができます。私が歌うじゃ。トリックスターの面々どうぞ。観客の皆さんも全員お立ちください。彼らの勝利を祝いつつパフォーマンスに酔いしれましょう。宴の始まりだ。おい、ラビッツのみんなも舞台に上がってこい。バックダンサーをしてやろう。飛び入りいいんだアンコールは。踊り明かすぞ。めでたい。よかったよかった。喜びを分かち合うぞ。生徒会マジでアウェイだな。そうじゃの、アンデッドも登壇せよ。ユータ君もおいで。みんなで掴んだ勝利じゃ。みんなで祝うのが道理じゃの。これはこれでなんか赤月かわいそうに思ってきたな。お、踊るか一緒に。おや、ハスニ君、どこへ行くのじゃ。後輩に倒されるのは先輩の誉れ。共に祝おうぞなどというのは酷かの。おい、バックダンスはしてくれや、負けたんだから。同情はせんがの、これから大変じゃの。ああ、これ生徒会に帰ったら地下室に連れてかれて無視で撃たれんだ。こちらのセリフだ。今日だけは浮かれるがいい。歌方の栄光に酔いしれるがいい。悪役っぽい。これ以上は何を言っても負け犬の遠吠えだ。敗者はただ舞台から去るのみ。覚えてろよって言ってくれよ。この屈辱忘れんぞ。覚えてるぞだったわ。バイ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 。よっしゃ、勝った。俺たちが勝ったんだ。信じられん。夢を見ているようだ。今さらになって震えが来た。ああ、メガネ割られんだろうな、新しいの買わないと。ちゃんと歩けよ北斗。背中を支えてやろっか。焼肉屋行く。肝心なとこ抜けてんなお前は。しっかり歩けよ。これは死刑台に続く道じゃない、玉座へと続く道だ。俺たちが勝ったんだ。いやでもよかったわ、衣装破けなくて。せっかく勝ったってのにアンコールの演奏でドジ踏んじゃかっこ悪いぜ。最後まできちんとアイドルとしての務めを果たすぞ。なんかてっきり衣装が破れた、それをなんかスバルとかがそれを起点にして生かすみたいな。あいつ破れた服をマントみたいにしてみたいなことがあるのかなと思いや、なかったね。でも正直勝った時のこと全然考えてなかったんだけど、もう一曲やるなんて聞いてないよ。どの曲にするの。それで主人公は裁縫のために出るんだろうなと思ったけど。そうだな、新曲で行こう。俺たち全員の全部新曲だろ。今この瞬間の俺たちの気持ちを歌詞がメロディーが表現している。すごいよな、デビュー戦でもうアンコールで新曲出すって。輝きを放とう、俺たちらしいあの曲で。転校生も舞台から降りるなよ。真ん中にいてくれ。いるのはまだいいよ、まだ100分素敵や。真ん中までいてくんない。この輝きの中心で笑っていてほしい。苦笑いで俺どうすればいいんだよ。俺も踊るの。じゃあ行くぞ。アンコールありがとう。投票してくれてありがとう。祝ってくれてありがとう。いやいいよ、君たちはいいんだけど見てる人からしたら全く意味わかんないのよ。突然女子高生が舞台に上がったと思ったら真ん中でポツンと立ってんだよ。
失礼します。一気にテンション下がったな。遅くなってすみません。さすがにドリフェスの直後で疲れ切ってて少し休まないと動けない。いやすいませんすいません、あのドリフェスでね生徒会の暁を倒したんですけどね、いやそれ疲れちゃって。何か仕事ありますか？俺何でもやりますよ。いいっすよ、勝ったんでやりますよ何でも。嘘ですやん。ジョークです。そんな落ち込まなくてもいいじゃないですか。空気が重い。頑張った頑張った、メガネも頑張ったって。当たり前か、ついさっき終わったドリフェスで生徒会はその権威に亀裂を入れられた。しかもその本人だしな。顔面に唾を吐かれたんだ。平然としてる方がおかしいなんてな。人事みたいだけど俺は当事者だ。裏切り者だ。信用を逆手に取って生徒会に反旗を翻したんだ。通りの顔舐めましてな。殴られるぐらいで済めばいいけど、どんなお裁きを受けんのかな。怖いな。啓発の地にムチ打ちだろうな。むしろ罵ってくれた方が気楽なんだけど、みんな無言だし。まあけじめをつけるしかない。俺がトリックスターに全面的に協力して一緒になって革命を起こしたのは曲げられない事実だもん。でも言うて向こうもあってトリックスターの一員って分かってんやんけね。でもせめて俺だけに非難が集中するように取り繕うべきだろうな。出た、全くもう損ばっかする貧乏くじ。俺が責任を取ることでトリックスターが制裁を受けることのないように。あいつらはこれからだもんな。学院を変革していく今が一番大事な時期だ。でもチサラは坊主も似合うと思うよ。大丈夫だよ。俺があいつらの防壁になってやらないとな。そのために俺は生徒会とトリックスターの真ん中にいるんだ。なんか頭の形綺麗そうだもんね。貧乏くじっぽいけど望んでそんな立場になったんだ。あいつらだけでも前を見て進んでくれないと死んでも死にきれない。裏切り者の汚名を着てまで協力をした甲斐がない。毒を食らわば皿までだ。裸になったイサラがな、肛門の前で晒されんだもんな。イサラ、何をボーッと突っ立っている？着席して事務仕事をしてくれ。通常通りのドリフェスの事後処理もあるが、今回は非常事態が多発していた。火消しが終わらん。それらを処理するために貴様の能力が必要だ。貴様ってやめて。徹夜は覚悟しておけ。後ほど今回の件についての貴様への処分を伝える。貴様ってやめて。とはいえ貴様はルール違反をしたわけではない。所属するユニットのために全力を尽くし、また見事なライブパフォーマンスを見せた。なんか貴様っていうのなんかまあ別に悪い意味じゃないんだろうけど、なんか圧はやめてくれる？アイドルの鏡だ。貴様は怒ってんの？夢の先学院の生徒怒ってんのかなって。当然の振る舞いをしただけだ。特に処罰を与えるつもりはない。説教程度で済ませてやる。でも説教されんだ。だから今は生徒会役員として果たすべき仕事を果たしてくれ。ずいぶん甘い処置ですね。生徒会をクビになるどころか学院から追放されることも覚悟してたんですね。え、だって赤月倒しちゃったんですよ。あ、すいません。誰かを退学にするほどの権限はさすがにないにはない。それに公私混同はしない主義だ。公私なのか。今回の件は確かに腹立たしいが、支援を晴らすために生徒会の権力を用いるのは公正ではない。支援なのかこれは。生徒会の戦いなんだ。全てはトリックスターを侮り、あでも生徒会とまたユニットは別なんだ。俺の投下だ。処罰を受けるなら俺の方だ。自分自身が不甲斐ない。生徒会の威信に泥を塗ってしまった。さあみんな俺のメガネに指紋をつけてくれ。生徒会長に、英知に申し訳が立たない。これ以上泣き言を口にさせないでくれ。情けなくて仕方がない。ビーム打たれんぞよ秀地に。席につけ仕事をしろ。今俺から貴様に言えることは
それだけだ。本当に甘すぎですよ副会長、信じらんない。まったくだよな。くそ、この裏切り者め、公開処刑にしてやる。パンツ一丁で肛門に吊るして赤っ端を書かせてやる。発想が同じだった。いいから仕事をしろ姫宮。イサラの処遇を決定する権限は貴様にはない。あー、ムカつく。いいこぶっちゃってさ。まったくよ。やだやだやだ、僕は負けるのもバカにされるのも大嫌い。うわ、通り勝たせて。こんなことなら無理やりにでも途中でドリフェスを中止にしとくんだった。なあ、バカせなかったな。それこそ松代までの恥でしょう。執事じゃねえか。ドリフェスを中止になどしたら生徒会が負けるのが嫌で逃げたということになってしまい、正々堂々と戦って負けるよりよほど名声が失墜する結果になったでしょう。やっぱ行動爆破してさ、避難勧告みたいなの出してさ、マッチポンプで評判上げるしかなかったよな。たらればの話をしていても建設的ではありません。私が手伝いますから、山のように積まれた仕事をまず終わらせましょうね、坊ちゃま。でも羊意外になんか服装はルーザーだな、ネクタイとか。伏見、今日も姫宮の世話を焼いてあげてんのか。お疲れさん。俺も焼いてあげて、クッキー焼いてあげて。ええ、それが私の使命ですので。ほら坊ちゃま、誤字があります、集中してください。うがうるさいぞ、奴隷のくせに。僕のやることに文句つけるな。僕の言うことに絶対服従しろ。復讐して、せめて見てるだけじゃなくて書類仕事を手伝ってよ、面倒いんだから。手伝いてと言われましても、私は生徒会の一員ではありませんので、書類などに触れるわけにもいかないでしょう。すごい役員が押したけど違うんだ。この場にいることすら本来なら認められません。副会長様のお計らいで特別に許可を得ているだけです。そうだね、めちゃめちゃ機密情報とあるだろうね。ともあれ、皆さんお茶を用意いたしましょう。お茶とかいいから書類をやれ。あと今でも遅くないから、トリックスターとかいう連中を皆殺しにしてこいよ。まず手始めに伊沢先輩からやっちゃえ、むごたらしく殺せ。しょうがねえな、通りが言うかしょうがねえな。すみません、伊沢様、うちのガキが失礼なことばかり言って。いや、可愛いガキですよ。いや、姫宮はいつもこんな感じだから。お前こそこんなクソガキの相手を毎日しなくちゃいけないの大変だな。ガキって言ったな。お前、僕のことあんまりご主人様だと思ってないだろ、奴隷のくせに。もっと敬え、チヤホヤしろ。チヤホヤして。私は奴隷ではありません、坊ちゃまのお目付け役です。副会長様、お茶はいかがですか。でも書類仕事してる時にお茶出されてもちょっと困るよな。助かる。ついでに機密事項に抵触しない範囲で貴様にも仕事を手伝ってほしい。そこら辺を管理するのがお前の仕事だからダメだろ。やらせんな、やらせんな。正直なところ、姫宮を生徒会の役員に任命したのは貴様がオプションとしてついているからという点も大きいぞ、伏見。じゃあ本人にやらせた方がよかったろ。むしろ優秀な貴様がなぜ姫宮の部下みたいな立場に甘んじてるのか不思議なぐらいだ。おい、通りの評価を下げるな。恐縮です。ただあまり出過ぎた真似をしてしまうと坊ちゃまが機嫌を損ねてしまうので、3歩下がってお手伝いいたしましょう。そうだぞ、テリー自体は強くないけど仲間になるバトルレックスは強いんだからな。うん、貴様が助力してくれるなら意外と早く帰れるかもしれん。イスラも気まずかっただろうに、きちんと生徒会室に顔を出した、その度胸と礼節を評価しよう。まあ俺だったらサボるね。やはり貴様は生徒会に必要な人材だ。今後も重用する。生徒会とトリックスターのどちらを選ぶか優先するかは貴様次第だ。その立場が
今後もずっと貴様を苦しめる。それを貴様への罰として一件落着としよう。お互いご機嫌取るんだろうな、肩揉んだりとか。行かない方に行かない方に。そうっすね、こりゃきつい罰ですよ。でもありがとうございます、副会長。感謝されるいわれもない。貴様ら今日髪のツヤいいね。次は負けんぞ、絶対に。それだけ肝に銘じておけ。芸能界に次はありませんよ。あ、先生じゃないか。クヌギ先生似すぎている。君には失望しましたよ、ハスミ君。君はもっと優秀な人間だと思っていたのですけどね。何ですかこの低たらくは。おい、メガネキャラが飽和してる。返す言葉もありません。とはいえあまり遅くまで居残られても困ります。てかアンスタってメガネキャラ本当多いよな。生徒会の顧問である私には監督責任があります。なるべく早く帰りたいのでさっさと仕事を片付けてくださいね。これは制作側にメガネフェイスがいますね。なんなら私が全て手を回して今回の件全てを処理しましょうか。楽。いえ、先生の手を煩わせるわけにはいきません。この不始末は俺が責任を持って収拾をつけます。言うて大体の仕事は先生なんじゃないのか俺。すごい生徒会に任せるけど。責任ですか、軽々しく。そんな言葉を使うものではありませんよ。なんか生徒会が何でもかんでもというか先生をする仕事がないんじゃないかと思ってるよ。失敗しても謝れば許される。どれだけ転んで泥にまみれても涼しい顔でいられる。丁寧に全身を洗われ新しいおべべを着せられてまた歩いていける。よかったですね、ハスミ君。次がある子供で。先生、子供におべべは通じませんよ。では作業が終わったら撤収しなさい。私は職員室で待機していますが何も問題がなければ報告は結構ですから。職員室で何すんだよ本当に。仕事ないだろ。生徒かかりすぎて。なるべく早く全て片付けて帰りなさい。白い壁かなんか見てるだろ職員室。グズは嫌いですよ。お言葉痛み入ります。お疲れ様でした、先生。うわ、何あれ。でもね、ああいうやつこそね、家に帰ったら猫をすげえ可愛がんだから。相変わらず感じ悪いな。顧問だからって生意気、ハゲてしまえ。髪の話はやめな、さすがの通りでも。気にするな、口より手を動かせ、姫宮。すべて今回の事態を未然に防げなかった。いや、敗北した俺たちが悪い。何を言われても仕方がない。敗者の愚痴も泣き言も誰にも届かない。この汚名を返上するには勝つしかない。勝って全てを取り戻すのだ。生徒会の威信も秩序も何もかも。赤月が勝ってるとこ見てえな。今のところ全敗だからな。勝てば全て解決する。無敗のグループっていう名前なんだけど、今のところ全敗してるとこしか見てないかな。